ご参加の方はチャットから選手団会見用登録 ID 番号、ご所属、お名前の3点を記入し、続けてどの選手に対する質問かを記入の上、送信ください。 私は全種目3種目ともメダルを取ることができてとても嬉しいです目標は金を3つだったんですけどそこはすごく悔しい部分はありますただ最後まで楽しく戦えたので良かったですありがとうございました石川選手お願いいたしますはい、えー、今回団体で金メダルをあ金メダルごめん間違えました 銀メダルを取ることができてすごく嬉しいです自分自身は3大会連続のメダルになったのですごく嬉しかったですありがとうございます平野選手お願いしますはい私も団体戦で銀メダルを取ることができてとても嬉しいですコロナ禍の中でまず試合ができたことに感謝して楽しく戦えたのですごく あの幸せなオリンピックでした。ありがとうございます。水谷選手お願いいたします。今後ダブルスで金メダルそして男子団体で銅メダル獲得できて本当に嬉しいです。まあ、苦しい試合もたくさんあったんですけど、まあ、それを乗り越えて最後こういう最高の形で終えることができて本当に良かったです。ありがとうございます。張本選手お願いいたします。 はい、えー、シングルスで負けてしまった思いを団体戦にぶつけて初めてのメダルを獲得できて本当に嬉しいですありがとうございます丹羽選手お願いいたします、えー、大会前からメダルを獲得することを目標に頑張ってきたので、えー、メダルを取れてすごく嬉しいです、えー、昨日の三位決定戦ではすごくプレッシャーがあったんですけど、まあ、勝って大会を終えることができてすごく良かったです、えー、そうですね一枚開けて1けて 昨日のお昼過ぎに試合が終わって、まあ、そこからすごくこうバタバタしてたというか、まあ、選手村行ったりとか、まあ、夜は表彰式があったりとか、その後まあ片付けしたりとかで、本当に昨日寝たのが4時ぐらいで、ちょっとバタバタしすぎて、まだなんかこう、本当に実感がないというか、まあ、ただ、今日こういうふうに記者会見開いてくださったりとか、だん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 ,だんこれから実感が湧いてくるんじゃないかなと思ってますありがとうございます張本選手お願いします。 はい僕も昨日三谷さんと一緒に行動していて本当に忙しくて実感はなかったんですけど今日午前中に、えー、テレビに出させていただいた時に、えー、画面越しにメダルをぶら下げている自分を見てああメダリストになったんだなっていう実感が少し湧いてきたので今はとても嬉しい気持ちですありがとうございます丹羽選手お願いいたしますはい一当経って今もすごく嬉しいんですけど昨日の表彰式で 首にメダルをかけたときが一番嬉しかったですありがとうございます続きまして、えー、大会全体の振り返りということでまず伊藤選手お願いいたします、はい、そうですねと私自身は多分一番長く試合をしてと長い期間あの試合会場で試合ができたこととても幸せでしたとやっぱ個人戦ミックスとシングルス でやっぱりいっぱいたくさんお試合した後に結構、やっぱ実際疲労もあって楽しいんですけどやっぱ疲労もあって本当に私一人じゃ乗り越えれない部分がすごくたくさんあって。あのー 試合会場にいなかったスタッフさん,の方スタッフさんだったりとかそういう方々に本当に毎日のようにたくさんケアをしてもらったり支えてもらってそういう方々たちのおかげで団体戦にしっかりこういい状態で持っていくことができたので本当にそういう方々のおかげで団体戦楽しくしっかり試合をして終わることができました。ありがとうございいいまますす石川選手お願いいたします、はいえー まあ個人戦から団体戦まで本当に長い戦いになったんですけど前回はリオその前はロンドンという海外での、えー、オリンピックだったのでやっぱり行く人数というのが限られていて、うん、なかなかこう練習相手だったりたくさんしていただいたんですけどこうあの今回はやっぱり日本ということで、まあ、コロナ禍で限られたあの制限はあったんですけどやっぱりたくさん練習相手だったりこう ケアをしてもらうことだったりすごく、うん、自分たちが満足というかこう十分な体勢を整えさせてもらうことが多かったので本当に万全の体調だったり万全の調子でコートに、えー、立つことができたのですごく日本のやっぱ血のりを感じましたしこういうふうに東京オリンピックでプレーできたことはすすすごごくく嬉しく思っていいままありがとうございます平野選手、お願いいたします。 はと私はシングルス個人戦の時はずっと練習をしていたので一番、選手の中では最後に試合が始まったんですけど皆さんの個人戦の試合を少し見ながら自分の調整を1週間していてその中でもやっぱりいろんな方に練習していただいて。 サポートしていただいたからこそ初戦からかなりいいプレーができたなと思っていて入りがすごく自分の中では良かったのであのいろんな方にこう支えていただいた方そしてこう日本開催だからこそ食事だったりっていうのもかなりこう充実した生活が送れていたので本当にいろんな方に感謝の気持ちを持ちたいなと思います。 えっと、今後ダブルスで金メダルを取られた水谷選手と伊藤選手に伺います、まあ日本卓球界初の金メダルということで、まあ、改めてこの金メダルの重みというかどのようにあの思われているかということとこの金メダルっていうのがまあ中国の壁を一つ破ったとっいうことが今後こうどういうふうに,卓球,界にこう卓球界にとってなっていけばいいなみたいな思いがあればお願いしますそれでは水谷選手からお願いいたします。はい ま決勝戦、まあ、中国ペアと対戦していて、まあ、すごく自分が緊張しているなっていうのを感じましたし特に最終ゲームの、まあ、8ラブでリードしていてそこからこう追い上げられている途中で、まあ、正直、自分も無理かもっていうような極限状態だったんですけど、まあ、そこでまあ伊藤選手が点数取ってくれて、まあ、正直、助けられたというか。 自分1人だったら、多分そこで逆転負けしてたんじゃないかなと思います、まあ、それぐらいやはり中国選手を倒すっていうのはとてつもなく苦しくて、そして改めて大きな壁だっていうのは認識しました、まあ、ただ、オリンピックの決勝で破ったっていうのも事実ですから、まあ、これからの中国を、これからの若手はやはりえ中国選手を倒せるんじゃないかという期待も持っています。 ありがとうございます続いて伊藤選手お願いいたしますはいそうですねやっぱりミックスダブルスでは決勝もそうですし準々決勝でもやっぱりすごくあのー、たくさんやっぱりこう 水谷選手に支えてもらったというか私自身は準々決勝で特に水谷選手に支えてもらってあの勝つことができたので決勝戦では何としてでも私自身もしっかりこう支えてお互いにやっぱ助け合えたことが勝ちにつながったと思いますし、うん、決勝戦でやっぱオリンピックの舞台で中国人選手に勝てたってことは本当に自信になりますし、まあ、最後、やっぱシングルスと 団体戦で負けてはいますけどやっぱ思い返してみれば混合ダブルスで決勝戦で勝ってるってことはこう忘れちゃいけないしっかりそこは頭に入れて自信を持ってこう前に進,み進んでいきたいなって思いますえっと水谷選手と石川選手にそれぞれお伺いできればと思うんですけどもあの、まあ、改めてお二人長い間、卓球界を引っ張られてきて。 でこの度自国でのオリンピックで、まあ、メダルを取って終えられたということの、まあ、今の心境と、まあ、もう1つは、まあ、ちょっと試合から少し時間が経ったということで、まあ、次のパリオリンピックをに向かうようなあ気持ちが芽生えているかどうかとかあ、まあ、今後の方向性でもし固まっているものがあれば教えてくくださいいいよろししお願まますすありがとうございますそれでは水谷選手からお願いいたします。 東京でオリンピックが開催されると決まってから僕はこの大会が集大成だと思って一生懸命ずっとやってきたので、まあ、そこで最高の結果を残して本当に良かったです、まあ、もし東京で来られてなかったらもしかしたらリオのオリンピックが自分にとって最後の大会だったかもしれないのでやはり東京で行われたということには大きな意味があると思います。今、まあ、今後は、まあ、今回本当に 原本選手が素晴らしい活躍をしてくれて、頼ま多忙しい後輩たちがいるので、まパリの五輪ではぜひ頑張ってほしいなっていう気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。続きまして石川選手お願いいたします。はい、えま、ー、こうして三大会、えー、初めてのロンドンオリンピックのメダルから、うんこうして十年約十年間あの日本代表としてこう出てき 来れたことをすごくまあ嬉しく思いますしまあ頑張り続けないとなかなか本当に難しい今、日本のレベルもすごく上がっているのでその中でこうプレーできたということは自分自身すごく嬉しく感じていますまあ今後のことなんですけどもう本当に東京オリンピックが決まったときから東京というのをすごく目標にしてきたのでまだ試合が終わって2日間しか経っていないのでうんゆっくりちょっと休んで。 自分でもまだ分からないので少しゆっくり考えて休んで考えたいいと思います。この大会を通して学んだことあるいはこれから、まあ、あの卓球を続けていく上であのこういう点がまだまだだなと感じたようなこと、えー、もししししあありりまままたらよろしくお願いいす。す。がとうございますそれでは水谷選手からお願いいたします。 そうですまあ、僕は多分、この先競技を続けることはないと思うんですけど、まあ、今回、本当にプレーしていてやはりオリンピックの怖さっていうのは改めて感じましたね本当に1点の重みというか今までの普段のワールドツアーとはまた違って本当に1本のミスか勝敗を左右する命取になるっていうプレーが多かったですし、まあ、今回は本当に僕らはいい意味で逆転勝ちが多くてそのオリンピックの怖さを体験できました。 ありがとうございいいまます。張本いいます。選手お願たしはいやっぱりあの間近で水谷選手のプレーを見させていただいてやっぱり自分も水谷選手も多分同じ怖さはあると思うんですけどやっぱりその怖さに向き合って打ち勝つことができるのが水谷選手で自分にはまだ逃げてしまうところがあるなっていうのを感じたのでやっぱりま怖さはみんな感じる中で次のオリンピックではそこと向き合って個人戦から 打ち勝てるようにそういうものを少し団体戦で学べたのかなと思いますありがとうございます丹羽選手お願いいたします丹、えー、ドイツ戦の2-2のラストで回った時や昨日の3位決定戦など非常に緊張感のある中で試合できてそれは他の大会ではなかなか経験できないことなので、まあ、それを経験できてすごく、えー、いい経験になりました やっぱりもう少し日本代表としての水谷さんを見たいなというふうに思う方も多いと思うんですが、いかがでしょうかということと、張本選手はあの引退拒否してくださいというような話をされましたが、それについても一言お願いします。水谷選手お願いいたします。まあ自分としては本当にこの先四十歳になっても五十歳になっても卓球を続けたいという気持ちはすごく強く持ってますし、まあこの本当にそういう中で。 自分が競技人生を置いてしまうというのは本当に悲しいし残念ではあります、まあ、ただ今回、東京オリンピックで、うん、張本のプレーを見ていて、まあ、頼れる後輩がいるということはすごく嬉しいですし卓球界の男子はこの先も明るいんじゃないかなとは思ってます張本選手、お願いいたします昨日の試合後から、まあ、午後、一緒に選手村行ったり。 表彰式前に話したり1日かけて自分なりに説得というかしてみたんですけどやっぱり水谷さんの意思は堅いですしそれぐらいの覚悟を持ったからこそ今回金メダルあと団体最後決めてくれたりっていうのもきっとあると思うので水谷さんのことはやっぱり水谷さん自身で決めていただきたいですし自分はもう、まあ、拒否はしないですしもうその意見を尊重したいと思います。 現役全体という意味で日本代表ということではなくて、えー、もうプレーから第一線から退くというようなお気持ちなんでしょうか今、お答えいただけるならばお願いいたします水谷選手、お願いいたします,そうですまだ最終的な判断はできてないんですけど今の自分の気持ちとしては完全に卓球からは離れると思います。はい、ただやははりそれは目目のの影響ががものすごくく大きくて、まあ、正直目が 完治するならば僕は40歳でも50歳でもやりたいとは思っているんですけど、まあ、現状、今治療法もないということで、まあ、悔しいですけど自分の冒険はここまでかなと思います。